例一例に市販化されている、伊豆市そば伊豆市そばは、兵庫県豊岡市伊豆市町を中心に食されている、郷土料理のそば、江戸時代中期の宝永三年品の国上田藩より、田島国伊豆市藩に国替えとなった戦国正明がそば職人を連れてきたことに始まるとされる。現在は割子そばの形態をとっており、この形式となったのは、幕末の頃で屋台で供される際に、 持ち運びが便利な手塩皿にそばを持って提供したことに始まるとされる。昭和30年代に、伊豆市皿そばとして現在見られるスタイルが確立された。店舗では通常1人前5皿で供される。1皿に盛られたそばの量は2から3口程度であり、1皿単位での追加注文も可能な店が多い。そばは身を丸引きしており、色は茶褐色である。とっくりに入った出汁と、 薬味として刻みネギ、おろし大根、おろしわさびとろろ、生鶏卵1個などが出される。わさびはおろさずに出てきて客が自分でおろすようになっている場合もある。そばチョコに、出汁と薬味を好み分け入れそばを浸して食する。以前は、出雲割子そばのように皿に直接出汁と薬味をかけて、食していたという。引き立て、打ち立て、ゆでがきたての、 三盾が伝統的な心情とされている。蕎麦を盛る小皿は、伊豆市焼きで各店舗オリジナルの絵付けがされており、各店の皿を見るのも楽しみ方の一つである。田島の小京都と言われる、伊豆市の町には50軒もの蕎麦屋がある。また、イベントとして、毎年4月第3日曜日にワンコ蕎麦形式の大食い大会、伊豆市名物蕎麦食い大会が、伊豆市場で開催される。 お店では一人前が五皿であるが、地元では食べたお皿を重ねて箸の高さになると蕎麦通りと言われている。決められた量の蕎麦を食べると蕎麦通りの証などの記念品がもらえるお店もある。伊豆市蕎麦は2018年1月12日に商標登録される。伊豆市蕎麦の歴史。NPO 法人田島国伊豆市観光協会。2020年9月3日閲覧。伊豆市焼き。 コゲージャパン。2020年9月3日へずらん。伊豆市長観光パンフレットより、2019、桜祭りと、伊豆市そば食い大会。NPO 法人田島国伊豆市観光協会。2020年9月3日へずらん。桜も満開、声援も満開。第41回伊豆市そば食い大会開催。国立国会図書館、ウェブアーカイビングプロジェクトハット。 商標登録第601万420号、伊豆市蕎麦、特許庁、2020年9月3日閲覧。ありがとうございます。